こんにちは。今回はウヨンウ弁護士は天才派だ、主演俳優たちの感謝の声が集まる SNS コメントについてお話しします。概要、ウヨンウ弁護士は天才派だは視聴者に感動と笑いを届けた韓国ドラマ。主演俳優たちは自身の SNS を通じてファンに感謝の意を表明し、ドラマへの熱い思いを伝えています。ここでは主演俳優たちの SNS コメントをご紹介し、彼らのドラマへの愛情に迫ります。1、パク・ウンビン・ウヨンウ役。ウヨンウの繊細な感性を見事に表現したパク・ウンビンはインスタグラムを通じてファンに感謝の言葉を述べました。このドラマを見てくれてありがとう。みんなの応援があってこそ頑張れたと思います。ジュノさんと一緒に笑って泣いて楽しめたら嬉しいです。これからも応援よろしくお願いします。2、カンテオイ・ジュノ役。ジュノを演じたカンテオはツイッターで感謝のコメントを寄せました。ウヨンウ弁護士は天才肌を見てくれてありがとう。このドラマは本当に素晴らしかったです。パクさんと一緒に演じることができて光栄でした。パクさんの演技力に感動しました。ジュノさんも可愛くて素敵な役柄でしたね。2人の恋愛がうまくいくことを願っています。3、チョン・ベス・グアンホ役。グアンホを演じたチョン・ベスはフェイスブックで心からの感謝を伝えました。ウヨンウ弁護士は天才肌を見てくれてありがとう。このドラマは私にとっても大切な作品です。パクさんと一緒に演じることができて幸せでした。パクさんの演技力に感心しました。グアンホ役も難しかったですが頑張りました。グアンホさんも優しくて素敵な人だったですね。2人の関係がどうなるか気になります。まとめ、主演俳優たちの SNS コメントからはドラマに対する深い愛情と制作への感謝が伝わってきます。視聴者と俳優たちが一体となって作り上げたウヨンウ弁護士は天才肌の成功は、彼らの心温まるコミュニケーションも一因であることがうかがえます。これからも彼らの活躍に期待です。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。